全球団、このチームはこのポジション、この選手が取った方がいいおすすめ動画。今日はヤクルトだけど、はい、今回ちょっと、うん、佐藤さんつながりでいい人見せてきたんで、日本製鉄鹿島の大津亮介投手、右腕です。帝京大学を経て日本製鉄鹿島で頑張っております。あの細身の体が152キロのストレートを投げると、うん、でもう本当に球種も超多彩で、うん、みんな感じらしいんですけど、うん、なんかどん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 なんかこう遅咲きなんですけど、投げるたびに経験積んで良くなってるっていうピッチャーみたいなんですね、うんうん、あともう一人、うん、もういいの、鳴門高校の前田和樹くん、あの佐藤さんのお隣の高校ですね。隣の高校だね、はい、もう将来性抜群、ナルトのラオウと言われてます。身長190センチ92キロ。お、じゃあでかいね。はい。うん、であの右投げ右打ち、外野手なので、うん、あの将来的にヤクルトいいね。ヤクルトいいね。はい、右ね、うん。お、いいね、フィットするね。はい。